もごきげんよう皆さん、パラエドのこがみでございます。お疲れ様でございます。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。お久しぶりですね。ね、あの実写が久しぶりなんですけど。なんで撮ってんの？流行りのものを手に入れまして。流行りのもの。そうです。うん、こちらです。おお、すげえやん。あのアマゾンでなんか招待受けたら買えますみたいなやつで、うん、当たりまして。流行りのワンピースカード、強大な敵。一番、うん、一番新しいやつだと思う。ああ、なるほどね。そう、これが、そうか、もうな、あ、03って書いてるから、そうか、3段目ってことなのかな。そうそうそう、これが当たったんで、今日はちょっと遅れてたけど、うん、開封の儀を。いいね、ちょっとね、ああ、YouTuber っぽい。ちょっとちょっとネタっぽくね、やっていこうかなと思います。はじめ。それって何？一場所おまけみたいな。そうやね。あ、ドン。あ、でもそれカードなのかな。自分のターン、ドン。でもなんか裏こんないで。へぇ、これが普通の裏やろ。あ、そうだね。関係あれへんやろ、多分。関係ないのかな。こう向きで開けたらええやん。そうだ。見ていきましょうか。オッケー。パー、あ、光ってるの何個かあるっぽい。あ、マジで。パールですね。これは何？パール。これはクリーク海賊団のキャラクターですね。あ、ガイモン。これもイーストブルーで出てきてるやつ。はいはいはい。あの、なんかクリークばっかりやな。あ、そっか、敵やから敵キャラとかが出んのかな、結構。あ、強大な敵ってなってるから。ゴムゴムの大槌、クリークを倒した技ですね。ナポレオン、ビッグマムの帽子。おー、光ってる核。それはなんだろうね。光ってる核。嘘っぽかと思ったわ。あ、ん？フォーマルな嘘っぽかこれ。それ核。核。まあ、ちょっとキラじゃ置いときますか。あ、そうだね。ハルタ、これは白ひげ海賊団の隊長ですね。アルビダ、ああ、美人になる前のアルビダや。はい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 。ケイミー、ケイミーは敵キャラではないな。かわいいね。おー、フクロウ、これ CP9、核の同僚ですね。おー、お黒、キャプテン黒。ウソップのところですね。おー、光ってるカヤー。かわいい。あ、へえ、カヤ光ってますね、これ。はい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 、置いときましょう。なんかどれがレアなのかとかわかんないね。赤いカード、結局赤ってなんだったの。赤あるか今。あるわ、あるやん。お、なにそれ、じゃあレア。あ、は黒。え、なんだろうね。え、なんでなんか種類なのかな。なんでなんか絵柄違いとか。あ、そうだね、なんだろうね。メリーですね。これはウソップのとか、このカヤお嬢様の執事ですね。はい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 。これは、あー、戦隊解体劇、これ、エニエスロビーでやった、うん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 、キウイとモズって言って、あの、これはフランキーの、フランキー一家の人ですね、これは。あ、ナミュール、これ白ひげ海賊団の大将ですね。はい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 。バギー。あ、バギー。あー、ちょっと光ってるのあるよ。あ、なんかあるよ。あるよ。タップノップ、これはあれやね、あの、パウリーの技やね。はい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 。おー、ザンキリ、これ、カタクリお兄ちゃんの。おー。はい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 。技？技名ですね。なるほど。これも光ってる。あ、またメリーダブった。まあ、ダブっちゃうよね、やっぱね。スピードジル、これも白ひげ海賊なんですね。ジェリー、これ CP6 か。エニスロビヘネ出てきたキャラで。いやー、なんかブチ。これは黒猫海賊団、まあ、黒の部下ですね。オートガス DS。へぇ、なんか光ってる。カリファーです。お、お、ちょっと待って、これ一回待ってね。渋滞してるけど一回待って、これエース赤ですね。あ、エース赤なんだ。へぇ、あ、でも光ってるよ。カリファ出ました。カリファ、これ光ってる。へぇ、 CP9 が2枚目ですね。でっかい事故、ビッグマムのシャーロット・オーブンの。はいはいはい。結構光ってるのあるよ。で、ヨザクとジョニー。いいよ。これはカリファの技。うん、トゥース・ガン、アーロンのやつですね。あ、シャーリー、マダムシャーリー、魚人島で出てきたアーロンの、妹。はい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 。お、ウソップ。ウソップ。あ、ウソップ光ってる。東の海、あー、あれか、シロップ村のことかな、多分。はい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 。シロップ村のやつかな、これは。へぇ、ウソップ光ってる。あ、なんかこの絵すごいクオリティ高い、なんかキウイとモズ。ほんとだ。へぇ、しっかりしたイラストレーターさんが描いてるかな。おぉ、へぇ、始末やボビン、これビッグマム海賊団、現像、これナミのところのやつですね。はいはいはい。ジャブラ、これ CP9 ですね。サンジと戦った。はいはい。ピープルルール、これはさっきのパウリーの同僚。ブランニュー、これ海軍の中、この時で中将とかかな。あ、中将まで行ってない、少将か。熊取り、これも CP9、 これはチョッパーと戦ったやつ。あ、さっきと同じやつ。あ、一緒。
シャーロット・プラリネ、魚人海賊団の今の船長の嫁さん、ビッグマム海賊団の人ですね、一応。エアドは、これはブルーノの技か。はいはいはい。おー、白星、結構これもいい絵ですね。かわいらしいね。かわいらしい絵。へー。お？ストロイゼン、ビッグマム海賊団。光ってる。光ってますね、一応。へー。なるほどなるほど。シャム、これはさ、黒の部下か、こいつも。さっき言いましたね、これもさっき言いましたね。シャーロット・オペラ、ビッグマム海賊団。ビッグマム多いな。多いね。最後光ってるのいるね、なんか。チュー・アーロン。チュー・アーロン、懐かしい。デデン。お！え？え？ソグキンが当たった。え？これは？当たりなの？でも結構なんか、結構エグい光り方してない、なんか。え？これさ、え？ちょ、え、でも違うのかな？わかんないわかんない。原作のやつがでもいいんじゃなかったっけ、確か。でもソグキンが当たったよ。え？これ、え、結構だからちょっとじゃあ調べてみよう、後で。そうね、次のハッチ開けていきまーす。おい、今ヨーヨー見たらさ、出身 みたいなやつ書いてあるんだよ。例えばストロイゼンやったらビッグマム海賊団、ね、あー、はいはいはい、所属みたいな。で、さっき当たったウソップのキラ、東の海、イーストブルーって書いてあるんだよ。これで、狙撃の島って書いてあるんだよ。狙撃の島ってどこにあるのってやつ。君たちの心の中さ。じゃあ行きましょうか。オッケー。さっき言いましたね。あ、この辺もダブってるね。お、ガープが、若かりし頃のガープ。へえ。ジャンツージャンゴ。さあ、そしてキラですよ。ドン。おー、シャーロットスムージー。へえ。なんか絵が。ねえ、結構、いや、なんか光り方が結構。あ、ね、素敵な。ねえ。へえ。レアって書いてありますね。あ、じゃあレアなんだ。へえ。ビッグムの雷帝、はいはいはい、技ですね。エニエスロビー、はいはいはい、ウソップ海賊団、はい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 、ジェリー、なんか光ってる、光ってるね。惨敗フランキー一家ですね、うん、ドン。ジェットガトリング、へえ、かっこいい。かっこいいね。かっこいいな、これ。へえ、レアとありますね。ああ、それもレアなんだ。で、始末屋ボビン、はい。お、ストライカー、エースの船ですね、これは。おう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 。ネロ、CP9、一応、まあ、海列車で戦ったやつかな、こいつは。エッシャーも黒猫海賊団。ワンゼ、サンジと戦ってですね。はい、それで、ドン。六王冠。あ、またなんかこれも技みたいな。技ですね。これもレア。これルッチの技ですね、これ。ほう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 。技カードみたいなこと？ガイモン、ハルタ、キウイ、モズ、あ、モーム。これは一応、あれですね、ナミの故郷で出てきた。はいはい、一応、アーロン一味ですね、これも。あ、ノジコ、ナミのお姉ちゃん。へぇ、ドン。ジャンゴ。あ、ジャンゴ。あ、それも光ってる。レア光ってるね。レアって書いてる。へぇ、それもレアなんだ。タイルストーン。これは一応、あの、ウォーターセブンのガレーラカンパニー。さっきのパウリーの同僚ですね。シャーロット・シフォン。ベッチの嫁ですね。はい。ベッチの嫁。ベッチの嫁。ストライカー。またストライカー。シャクシ。黒の技やね。ほい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 。カリファ、カリファ、あ、あれやね、ガレーラカンパニー状態の時の、あ、光ってる。あ、なんだろう、ドン、ブルーの、あ、ブルーの、ちょっとこれもレア、ちょっと、うん、よさげな、なんか、よさげなブルーの、かっこいいブルーの、ウィノゼブラ、これはインペルダウン編で出てきたやつですね、極速銃、あー、なんか言ったか、でも一応ゾーン系の能力者らしいんですけど、この時初めてではないけど、クロコダイルが初めてか、あの、覚醒、身の覚醒っていうワードを出したのが。このキャラクターが出てきた時なんですけど、ね、へぇー、ナミウル出てきたんで、ジャブラ、ブあ、これはね、オレンジの街ってバギーと戦った時に出てきた村長ですね。あ、はい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 、あ、町長か、パティ、バラッティのシェフですね。ドン、おお、おお、あ、なんかいいね、いいね、これエモいね。へぇー、エルメイルだ。へぇー、なんか平和なね、ノジコとナミが幼い頃のいいカード、ヨサクとジョニー、ヘルメッポ、ああ、七光のバガモツコ時代のやつじゃないか。シャーロット・ガレット、ビッグマムですね。ヒダルマ、ああ、エースの技やね、これは、うんうんうん、いいね。クロービ、アーロン海賊団ですね。お、なんかありますよ。ドン、お、クリーク、クリーク、パッと見何かと思った、クリークか、これ。へえ、レアなんだ。じゃあレアですね。へえ、クリーク、あ、スーパーレアって書いてある。あ、スーパーレア、じゃあちょっと当たりなんだね。これダブってる。コーギー、これはオーブンの技だよね。でっかい地獄、うん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 、熱海温泉って書いてある、ね、そうなんだ、そんなん書いてあった。結構ね、この当て字は遊んでるところがあるの、小田先生。そうなんだ。ベルゴ、
乱脚、最後なんか光ってますね、ゼフ。ゼフ、へえ。でこいつですよ。あ、なんかそれ白のやつ、なんなんだろうね。これなんかいいかな。これでも広告でしょ。あ、違う。あ、なんかちょっと違う。なんかちょっと違う。ソーセアになりました。へえ、じゃあちょ、どうなんだ。でも光ってるよね。うん、一応光ってるけど、レアとかそういうの書いてないな。ああ、そうなんだ。まあ、なんだろうね。カードとしては使えないのかな、だから分からんけど。どうなんだろう、自分のターンプラス。一応ドンカードとはなんか。ちょっとじゃあ違うドンカード書いてるけど、絵柄が違うっていう、ドンの場面ってこと。ああ、そうだね。低確率ってこういうのがあるんちゃう、もしかしたら。かもね。最後の8パック、なんか今のところなんかまあ、ソゲキングがちょっとね当たりなのかな、まあ、一番の当たりソゲキングじゃないですかね、ねえ。さあ、さあ、コーギー、ライテー、アクリエル、周辺海賊団ですね、これは。ミノゼブラ、バギー。あ、バギー。ちょっと違うバギー。お、プリンちゃん。お、レア。でもなんか絵がいいね。いいよね。キラキラしてる。かっこいい。へー、いいよいいよ。ケンゾー、ソープシープ、ボビン、ハッちゃん。あ、ハッちゃん。ハッちゃん初かな。シャーロット、リンリン。あ、リンリン。お、光ってる。お、ティーチだ。レア。あ、へー、でもかっこいいな。ね、あ、これ周辺海賊団時代やね、これ。あー。あー、これね、後ろにエースとサッチがいて、闇闇の実を持ってるんですよ。へえ。この瞬間多分だからもう殺害を決意したと思う。ああ、狙ってるんだね。そう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 。はい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 。ネロ、ウソップ海賊団、エニエス、ロビー、ケイミー、うんうんうん、カルネ、はいはい、さあそしてルンドン。おお、シャーロット・リンジ。スーパーレア。あ、スーパーレアじゃん。さっきのやつのだからレアバージョンみたいなかな。リンリンちょっといいんじゃない、強そうじゃない。ねえ、強いと思うよ、4個やし。ねえ、へえ、いいよいいよ。グマドリ、あ、ちょっとなんかいい流れ来てんじゃないこれ。ねえ、アルビダ、アルビダ、おうおうおう、十字架、あー、あったね。お、光ってる。これが波。あ、ナミだ。アーロン一味としてのなんかすごい。アーロン一味としてのナミ。あ、いいね。レアですねこれは。へえ。あ、でもレアなんだそれ。シャム、クリエル、タイルストーン、シャーロット、オーブン、あ、アディオ。あ、え？オデッセイのやつ。え、アディオなんか出るの？なあ。なんかそれいいね、ちょっと親近感が。ドゥン。銀。銀。レア。銀さん。銀さんって言うな、なんか。坂田みたいな。いいね。ジム。あ、でもちょっと終わりが近づいてきちゃった。トゥースガン。あ、さっきのあの、極速銃と一緒、はいはいはい、一緒のやつですね。熱海ね、熱海温泉、熱海温泉、サッチ、サッチで、次レアなのかな、ドン。お、サンジ、レア、レア、ビンスモーク家としてのサンジ。あ、へー。だからこれプリンのあれか、正体に気づいてしまった時の。なるほどなるほど。でも結構光り方えぐいなこれね。なんかかっこいいね。ヘルメッポ、キングバーム、ガイモン、ガイモン、ルル、はい、あー、あ、なんか次ドゥン、遠征。あ、遠征だ、かっこいいね。レアって書いてありますね。それもレアなんだ。あ、またストライカー、ストライカー、ね、ネロ、ライテー、エアドア、やばい、終わりに近づいて、終わり、お、リム。あ、オデッセイの。あー、はい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 。あ、急にオデッセイが揃った。せーの、ドン。ラストそれ。お前がラストかい。でもソゲキングのやつとか、あとなんかシャーロット・リンリンとか当たってたよね。え、てか、光ってんのこんな当たったん。あ、ほんとだ、結構あんだね。なあ、シャーロット・リンリン、これすごそうっすね。ねえ、なんか強そうじゃない、シャーロット・リンリン。じゃあ何だったんだろうね、今回の当たり。そんな、やっぱ当たりはなかったのかな。ソゲキングなんじゃない、だからソゲキングなのかな。へぇ、そのソゲキングの、うん、コガミが当たったやつの相場がだいたい1000から1500ぐらいだった。あ、でもするじゃん。結構するやん。あ、でもするじゃん。で今回のこのボックス調べたんだけど、一番の当たりが、そのソゲキングの原作絵、はいはい、あ、背景原作のやつが相場がだいたい5万ぐらい。あ、待って、今見たらなんかこれもスーパーレアやねんけど、東の海のウソップ。なんかね、また次も当たったらやりたいね。そうね、まあなかなかね、簡単に手に入るもんじゃないからな。そうなんだよね、今売り切れだもんね、どこ行っても。